クレヨンしんちゃん世代、意外とナイナイ世代、yeah、そしてあのSleng、Tengと生まれた年が同じ世代、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、想像してたのと近いオヤジには近づけているかい、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、俺はあんまりスムーズじゃないけど近づいてるのは間違いない、欲ば言うちゃキリがないね、そりゃそう、想像もしてないぜ、こげなオヤジはそうそういないぜ、周りと違って当然、今も履く二足のわらじ、こげん見えても妻子持ち、学校じゃ父ちゃんは噂らしい、保護者で唯一のマイク持ち、イケてるオヤジになるまであと何年、てか俺たちも既になってんで、オヤジになりジジィなって晩年、 Deejay for like まだまだいったんで、10代はまるで音に関連、20代みんな戦ってたね、30代それぞれの色出して、40代50代のほな楽しんでこけ、ただがむしゃら辿ってた轍、若な男たちの物語、見つけ出したそれぞれの形が今交わり音の中に、もう聞こえてますかこの声が、どう血に暮らす仲間たちと、もういなくなったあいつにもこの歌が届きますように、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、想像してたのと近いオヤジには近づけているかい、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、俺はあんまりスムーズじゃないけど近づいてるのは間違いない、バカみたいに腹抱えて、時代も笑いて、シワが増えても構わねえ、視野を広げて彼方へ、戸惑う先、戸惑う先に見え隠れするわずかな光、追いかけてはまだ夢見がち、おめえは一応昭和の終わり、生を受けた俺たち、バブルはじけたり先生から殴られた時代、遊びまくるクソガキ、ミニ四駆やスーパーミー、遊び方がすぐに変わり、今じゃマイクって恵まれ、生きることは難しいだけど誰より楽しむ、20代に悔いはないぜ、今が一番やべえ、人生やもありたりありたが愛あれ大丈夫だ、 My life so happy 音楽と共に、どうですか強く生きれてますか、ちゃんと自分を信じれてますか、流れに任せるのもいいけれど、ちゃんとハンドルは握れてますか、そりゃ壊れた夢もあるさ、だけれどおかげの気づきもあるから、自分自身はなくさず共に行こうじゃないか、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、想像してたのと近いオヤジには近づけているかい、どうせなるならイケてるオヤジになろうぜ、どうだい兄弟、俺はあんまりスムーズじゃないけど近づいてるのは間違いない、ハハハハ。